いきます。あ、緊張する。え、俺これもしかして実況とか。そう、そういうことっす。さあ、始まりました。コタ選手対カルト選手、青コーナー、そういう感じなの。そういう感じなの。赤コーナーカズト。さあ、いきなりギャングを投げてくる。ガーゴイルで受けるカズト。じゃない、コーナー、ここをやりこぶ。これはなんだろう、アウトロー、迫撃か、迫撃か、迫撃っぽい。ここまで迫撃臭がする。迫撃臭してますね、だいぶカズト選手。さあ、コタ選手はユーのガゴをガゴルときて、さあ、これうまい、うまい形。若干アウトローガールをこうやって受けますが、このカウンターで、さあ、コージョババとダックプリンセス、さあ、迫撃なので蹴散らして、ただまだ止まらないぞ、まだ止まらないぞ、まだ止まらない。いやー、受けがうまい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 。そしてユーノがさりげなく右から来てる、突進入る。ただダメージリードはまだカズト選手。そしてそして、いやー、なんで、大丈夫ですか、素敵な演技。いや、大丈夫です。まだまだまだ。カズト選手、これ、あと呪文は何でしょうか。でも隠れてますね、1枚。隠れてますね。ただ、クプリを走らせて、後ろからアウトロー、オカレーと、さっきと同じ形、こういう順で、出ていきます。後ろからギャング、セパレートの、ガゴン、セパレート、飛ぶ。うん、ペッカ来た、ペッカ、ペッカ、ペッカです。後ろからペッカを、さあ、ここにロイジャイを合わせて、さあ、このロイジャイがペッカ間に合わない、うまい、なんとか後衛からダックプリで勝利。ペッカを止まるか、止まるか、止まるか、ロイヤルジャイアント、ロイヤルジャイアント、最後一発打たない。ただ迫撃で防衛、迫撃いい形作れる。ペッカが、ペッカが、ペッカが歩く、ペッカが歩く、ユーノもついてくる。全員袋叩き、全員袋叩きで真ん中に、そう、いける。ペッカが、なんたたく、三角に突っ込む。すげえ、すごい試合迫撃でした、加藤選手。そしてまだ、あー、この迫撃入ったら、ただこれをどっちに行く、どっちに攻める、どっちに行くの、どっち、あ、上に行った、上に行った。この穴掘りをエレフで止めて、止めて、通さない、通さない、攻撃を一切通さない。コタ選手、コタ選手、さあ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 かましい。まあ、うん、その通り。それはその通りだ、合ってるけど、うん、合ってる。やめねえかんな、俺この素人実況。ゴブオリ新キャラ、コウモリ後ろからパタ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 。もういいぜ、いい。マスケ、マスケ、マスケ、まあ、そろそろ、そろそろ、おお、ラバ、ラバゴブオリ、最近流行りのラバデッキですね、これね。中森さんも喋っていいんだよ。いや、難しい。これコタ選手は高回転の、これランバー、ランバーなんだっけ、ランバーバルー、ランバーバルー、雪玉をで刺さってますね、飛ばして刺さってる、ランバー、ランバーじゃない、あのバルーね、バルーン、ね、これでバックハンド落ちる。ただこれ右と左両方から来てるのはどうするの、どうするの。左はローリングババでターゲット取って、うまい。これは右の、右の、右のバ、うん、ラバーも心配、うんうん、左も心配、両方心配ですね、両方心配ですよ、これは。さあ、頭を抱える、これ。まあ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 、ここまでは、ここまでは若干、若干、いや、まだもう一時交換、一時交換なんで、はい、一時交換なんですね、一時交換なんで、一時交換、違うんです。はい、さあ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 、さあ、ランバーバルーンの形、この高回転でバルーンが飛んでいく、このデッキ。さあ、ここで、そうね、レイジに乗るんですよ、このバルーンが早い、このバルーンが早い。ここは雪玉でキャンセルして、もう一発落とっちゃう、落とせない、悔しがること選手。
悔しがることないし。ほう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 。いや、今は入りましたからね、別に。まあまあ入りましたね、はい、でもちょっと悔しかった、ちょっと悔しかった、喜びますか、喜んだんですよね、実はちょっと一発入ってちょっと喜んだ、ただこれダメージリードは琴選手、お願いします。もうちょっと待つか、いや、これ後半でもラバンとかマスケと有利な感じですよね。さあ右にこれバルーンをつけていく、ランバーが戻されるバルーンも釣られる、ただ左のラバーをうまく処理して通さない、うん、右の形どうします。これはうまくことマスケとランバーで、おー、マスケがマスケにダブル、マスケ挟み撃ち、マスケ挟み撃ち、痛い、横から撃つ、でその間にバルーンが飛んでって雪玉でインフキャンセル落として、おわー目の前、あー惜しい、目の前ごぼり、ただ、マスケ延命からの、またバルーン、いつまでかバルーン。これで、落ちて、これが、爆発さえ届けば、バルーンが落とす。おー、素晴らしい、強すぎる。強い。ゴンさんはその服洗ってるんですか？洗ってます。これはこの服は洗っちゃった。何その質問さあ始まりました。さあ枯渇早い、いやちょっと入ってしまう、まあ琴選手は遅延系相手は、まあ、先ほどゴンサートの戦いでも枯渇でしたからね。そう、ライティング戻してくる、一発、まあ、かなり積極的に田選手の手札を見ていませんが、ライトニングに遅延ってどういうじゃん、遅延無理じゃん、ライトニング、打っていく、そこからただ相手もじわじわ削ってますが、こっちもじわじわ削れてる。さあ来ました、ロイヤルジャージ、相手は逆サインもいやらしく、このメガネが一発しか食らわせなくなりましたからね。放置しても前はね、前は無視できなかったんですけど、さあここでゴリ使って止める、軌道がでかい、でかい、これとはいえ、とはいえ、いや相手の前ですね、そうちゃんと使わせて、さあ来てテスラがないんで、これ相手ユニットで受けるしかない、こっちに来るか、ギリギリ回して、よし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 、テスラの位置がいいやつ、ここはダブフリからの料理場がしっかり、いやープリンセスも受ける、おおおお、そこからまずテスラを破壊して、テスラ破壊してダックプリンにエリクサーを使わせる、アイスピで止めて、いやいい勝負、めっちゃいい勝負、うわっ、いやー、背後に止まったな、攻撃来て、ただ右のプロセスで行った、さあロリボー頑張って、よく来てくれて、いやー難しいですね、さらのタイミングでライトニング打ちたいけど、なかなか相手がエリクサを倒させてくれない、させられて、来た、さあどうだ、
できないが、ライトで飛ばす、来た、ここ、ここよ、ここよ、ガドリンローリングないローリちゃんと左に合わせる。さあ右も左も削られない。あとはあとは左一瞬されたら終わり。うわっ終わる終わる左一瞬うわっ左一瞬これ左一瞬止まる。うわっまだまだ打たせない。あああちょっと待って、もし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 まだもう一回休めると。まだある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 。いやでも相手ローリングゲットプラスのロケットで。マジマジこれこれ絶対食らえない。食らえない。オッケーオッケーオッケー。おおナイスナイス。いややばすぎるでしょ相手。いやば強すぎるだろ。あそこでノータイムでバレルを投げれるのがもうちょっとやばいやばいやばい、もう怖かったっすよね。もう東進バゲー聞け、ゴブリンキャングクグッキ分かって、はい、ゴブリンキャングミケ・ヤイトニーが聞こえてたんですよ。あそれなのに左に、あ、分かれて東進右2って思ったんで、右1、2、3行くって思ったんで、あ、なるほど、そしたらちょうど走ってきて、なるほど、いやー、よかったよかった。このまま